今日は国木田独歩について教えてください。はい、詩人であります国木田独歩が結核療養所の南湖院に入院して治療に専念をしていました。その病床には田山花太はじめ多くの文人仲間が見舞いに来ています。ある年の4月なんですが、28人の仲間が集まって文章を寄せたいい本ができました。28人詩という面白い名前なんですが、その本の印税を独歩の治療費に充てようという、そういう計画でこの本は編まれています。その文人仲間の行為に対して大変独歩は喜んでいました。5月のことなんです。はい、田山花太の紹介で真山聖歌という若い、文人が独歩のところに来ました。口述筆記をするために来ているんですね。その本はですね、没後に出版されました。病床録という名前で出版されたんですが、その本の中にはいくつかの面白いことが記されています。釣りが好きだったんです、独歩は。柳島に釣り糸を垂らしたい、そんなふうに書いています。そして茅ヶ崎の風景は物寂しいって書いてあります。茅ヶ崎は松と麦と桑とさつまいもしかない、目を楽しませるものは何もないよっていうふうに書いてるんです。当時の茅ヶ崎は今と違って大変田舎だったんでしょうか。当時、ある新聞にですね、独歩の近況が報告されています。それを見た日本中の人は、ああ、独歩が入院していた結核療養所の南湖院、あ、その独歩がいた南湖院の住所、茅ヶ崎という地名を知ることができました。はい。